よし、じゃあ次は呪われた魔女の宝石コンプリート。長いですね。飛ばす。西館ロビーとメインラボ。まずは、あ、閉まってたっけ、どうすんだっけ、ここか。で、あれ閉まってる。まずはこっち行ってからだっけ。でこの後左に戻って、あ、スタートするの早すぎた。鍵は別に吸い込む必要はないからね。痛い。あはははは、笑うんじゃねえよ。あ、もうめんどくさいな。よし、もう作業だ作業。パッパと終わらしちゃ、刺してここの、あ、ここが入れんのか。めんどくさいですね。わら。で、あとはメインラボ。メインラボってどこだ。風船で上に上がる。メインラボ、メインラボ。メインラボは3階。メインラボ今回行ったっけ。まあメインラボだけ分かってりゃ。なんというマスキッパー。あれ、まだ倒せないんだったっけ今回。いや、いい、倒せない。これ鍵だっけ、お金だっけ。あんまり覚えてないな。お、鍵だよな。道を減ってるから、ルイジの方がいい。走れ、走ったら大丈夫なはず。オッケー。お、メインラボここか。やい、ちょっと出過ぎじゃないですか。
リミッター解除中だから絶賛落走中だよ。ここだったな。なんだと？うわ。ちょっとここ奥行きないと分かりにくいから 3D オンにしよう。で、ラストミッションと比べたらこんなもん。ここか。どうやってこの奥に行けるんだ。上から飛び降りるのかな。こうか。よし、よし、オッケー。あと2つ。回復だ。初めてイエローと戦うところだ。ボール1機のテレサは時間内に全然出てないか出てこないという。あったね。あれもミスってたらどうしようかと思った。お、ここはクリア詐欺のとこだな。よし、オッケー。あ、第1機は電気ビリビリで出てくるという。あれ失敗したら絶対わからなかったね。もう一遍やり直そうとしなかったかもしれない。はい、ラスト。大事食らっちゃったけど、ギリギリすぎる。スタート押すのが早すぎる。タッチしてから、さーて、あと取らなきゃいけないのは、あとは細長いやつがミッションの B の4限定が両方か。オッケーオッケさすがに全部星3にするつもりはないからな。ミッション B の4限定、空中廊下。空中廊下ってここか。濡れまくるとなんかあるかな。奥にないか。これ無視してもよかったっけ。普通に行けたっけ。行けるのか。このミッション食われた。
別にその辺なくても自分で見てるから大丈夫だよ。こいつ倒せたんだな。お、あった。で、残り一つがくさび型隠し部屋オルガンルーム。力でいいのか。あー、ここ謎解きとか覚えてねえな。どうすんだったっけ。覚えて何無限ループやってやっといて、でそのまんま出ようとしたら出られない。とにかく敵との戦いが一度はあったはず。あ？そういう謎解きだったのか。使いましたけどよく分からずにクリアしたからな。で OK か、まあ、せっかくだから首も飛ばしておこう。でパーティールームはする。これも取ったよな。オルガンルームまでこの道から行けたっけ。行けた気がする。これ繋がってたよな、確か。鍵がかかってる。これ鍵だっけ。これ宝石だったよな。宝石ですらなかった。いや、宝石はあった。から覗くと、上のプロペラを回す。何か入れてあ、そうか、これだ。
わら。ああ、そうだ。そんなのあったな。ムジラ超。オルガンルームまで行ってっと、なんかミニゲームクリアしないといけないって書いてたんだよな。でオルガンルーム、でオルガンルームの浮き上がって5階右手前の足場。ああ、これか。で、15秒以内に赤コインすべてだけど。まずは下段からか。失敗したらめんどくさいからな。ちょっと卑怯なことしちゃったな。てかまだ2面だもんな。結構余裕だな。よーし、コンプリート。それよりも、クリアがどうだったのかっていうのが、ね、これはあれか、オバケンが初めて出てくるところか。ああ、もうめんどくさいな、もう。痛い。よくもグラサンを、グラサンを。まだいいの？前作のルイマンはジャンボテレサきつかったね。わら。あ、骨だ。よし、ここもクリアだな。これは飛ばせないか。よーし。わお。やったね、タイちゃん。これで死んでも大丈夫だよ。黄金の骨見つけて二度の人生を奪う。よし。
あ、逃げられた。はい、さようなら。あえて下から行って。あ、吸い込めない。下からダメだった。下から行ってもダメなんです。上から行きましょう。ズイマンよりダブル飛びがやりやすい。わら。よーし。お、イエロー。チャオ。イエー。あ？あ、飛ばせないここ。おいえ。よし、コンプリート。ただいま博士。さあ、二つ目の。宝石コンプリート。ということで、クリスタルイージー。あ、ちょっと勇ましい。なんという勇ましいルイージ。まるで吸い込んでいる。その姿そのままだ。というわけで捕まえようとしているルイージ君でした。かっこいいルイージ。ゲン、ルーマンで一番強かったですか？吸い込んでるようにしか見えへん。わら。